日本平は、静岡県静岡市駿河区と清水区の境界にある、丘陵地、及び、継承地である。名称は、日本穂高伝説に由来する。日本平から望む富士山と清水港、静岡市周辺の地形図。中央右が、駿山お及び日本平日本平は、駿河湾の沿岸近くにある、宇河山の山頂とその一帯で、富士山や伊豆半島が、 駿河湾越しに見え、北には赤石山脈も望める。眼下には清水区の街並みと清水港が広がり、夜景のスポットにもなっている。1950年、毎日新聞社主催の観光地100選において、平原の部で第1位となり、1959年には国の名称にも指定された。1980年の日本観光地100、コンクールでも第1位となった。 2016年には日本野景遺産に認定された。最高地点の宇戸山山頂は標高307メートルで山腹には紅葉樹林が多く茶畑やみかん畑が広がる。宇戸山を中心とした丘陵は潮り局によってできたもので過去10万年間で300メートルも流気しており、これは日本でも有数の激しい地殻変動である。 丘陵の海側は、急峻な地形となっているが、これは、波や沿岸流に削り取られたためである。この土砂は、沿岸流に流され、三保半島を形成する要因となった。丘陵の西から北縁にかけては活断層が走る。宇土山の名称は、駿河国に宇土軍が置かれていたことに由来する。丘陵南域の久能山の山腹には、 徳川家康ゆかりの苦能山東照宮があり、日本平山頂から東照宮までを日本平ロープウェイが結んでいる。また、同様、赤い靴にモデルになった女の子とその母親が清水区宮上の出身であったことからその母子像が山頂部に置かれている。山頂部には山頂銀棒台と2018年11月3日にオープンした日本平夢テラスと 東展望台があり、富士山と清水港などの展望地となっている。山頂付近に日本平ホテル、日本平ゴルフクラブ、梅園があり、また、静岡県内の各放送局が共同で建設した日本平デジタルタワーが置かれている。中腹の駿河区側には、日本平動物園、静岡県舞台芸術公園、勇気の森が、清水区側には、 清水エスパルスの本拠地である静岡市清水日本平運動公園球技場がある。丘陵には静岡県道路公社が観光振興や地域開発を目的として東西に走る有料の日本平パークウェイが作られ1964年3月1日に全線の供用を開始した。静岡側から丘陵の日本平山頂まで登る道路、 日本平パークウェイと清水川から日本平山頂を結ぶ清水日本平パークウェイで2分され、この2つの道は山頂でつながっている。一帯は日本平、日本の松原県立自然公園に指定されていて、お茶畑や富士山の眺めが良いところでよく知られる。2004年4月1日には無料化され、日本平パークウェイは静岡市道池田日本平線となった。 長きにわたり、ドリフト走行することを目的とする違法競争型暴走族が夜間に集い問題となっていたが、静岡県警察は道路交通法違反やカラー補償の路面につけられたタイヤコンを器物損壊行為として摘発及び逮捕を進めた。また、有料道路だった当時は道路運送法により、125cc 以下の自動二輪車、原動機付き自転車、自転車、 歩行者は通行禁止とされていた。無料化された後も、静岡県公安委員会の方針により、引き続き自転車と歩行者は通行が禁止されている。日本平らの西寄りにある、現在の大谷ゴルフ場の敷地は、当初は自動車用の日本平らスピードウェイと称するショートオーバルのサーキットを設ける予定であったが、諸問題により造成中に建設が中止された。 花開く娘たち1969年日活、ありがとうございます。